こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は SR 超の使ってみました回です。早速いきましょう。で、今回のデッキこんな感じですね。超の川上、久方、三島、小筆ちゃん、で、悟りちゃんと。で、ようやく SR の変化入ったので、早速使いたいなという回です。で、恋愛成就のお守りだけ持ってきてます。早速行きましょう。そうかなと。どこも微妙な感じですね。どうしようかな。川上久方かな久方から行きましょう。うん、で、まぁ、SR 超の使えそうな感じですね。一回すでに裏で使っていて、その時は感触すごく良かったです。コツがリリースしかないので、リリースはさっと取ってあげて、あとは変化球ポイントを、まぁ、びっくり出ればバンバンもらっていくという感じでしたね。で、まぁ、本当にバトスターやイベントでもらえるキャラが強くなってきたなという印象で、川雷、あとは、清本もまあまあ使えると。で、蝶野もそれなりにいいキャラなので、まあ変化球。早めに悟りちゃんとかあげたいんですけど、ただ、メンタル練習やってもっていう感じなんですよね。で、休みかな。まあ今回は、その、どうやってもレンジャーなんですよ、主人公が。主人公の役割か。レンジャーにどうしても偏ってしまう構成で、川上と三島と蝶野がレンジャーなんでね。なので、今はこういう感じかな。なので、やりたいミッションはゴーストバスターをやりたいところで、ただゴーストバスターは限定ルート行くと結構出てこない。なんというか他のミッションで潰されてしまうので、今回は限定ルートではなくて通常ルート行きたいと思います。うん、ここは大丈夫ですよね。まあ、スナイパー、そうですね。久方とむちゃくちゃ練習できて、スナイパー、高レベル2人いればかなりやりやすいんですが、やっぱり紫になってってしまうんですよね、結局。で、これはコントロールかな。これはうまいっすね、なかなか。いいですね。で、これはどうすっかなと。その技術は結構集められるので、筋力とかをもらっていく必要があるんですよね、後々。今のところは三島ともうまく練習できてないので、まあ、ひとまず技術かなっていうところですね。光ってるけどな。これもいくか。久方もいるんだよ。さすがに。やるな、赤赤に。もうそろそろ、さとりちゃんの評価をオレンジにしておきたい感じです。いいですね。これでもう、評価は OK ですね。あとはイベントくればっていうところですね。蝶野か。もったいねえな。打たれ強さ、低めをもらえるからな。休みですね。いいですね。悟りちゃんやっぱ違うな、メガネとは。
あとはほんとメガデッコの評価も早めに上げとかないと後で痛い目に見るっていうところです。うん、いいですね。うん、まあ川上のとこは正直不屈の魂取っても精神がかなり枯渇するんでね、そんなに欲しいって感じでもないんですよ。古風でなんかあげたいけどな、ちょっと全然上手くないですね、一人でコントロールなんで。うん、いいですね。で、びっくりで蝶野も入れて、さすがにこっちか。うん、いいですね。で、これはもう切っちゃいますと。ミッションは8人と。ちょっと蝶野をそろそろ本当に上げとかないとまずいぞと。同時に小筆ちゃんもですね。難しいな。小筆いっとくか。うん、さすがですね。来なかったですね。800か、結構いいですね。うん、いいですね。これも迷うことなくここですね。で、三島とうまく練習できてないので、スタミナは直上げで D までは。C まで上げちゃっていいかな。うん、1か、辛いな。やる気を下げられる。クソイベントですね。で、そうですね。これ、いけないなと、さすがに。休みですよ。これで勝ち運取れますね。シナバナどうかなと思う。スタミナ上げてしまうか。いやー、さすがに筋肉足んないか。いいですね。で、メンバーがこういう感じ。全然蝶野と練習できてないっすね。まずいですね。もう蝶野と練習しないと本当に変化球ポイントがまるで集まらないんで、ね。あとはミッション系も、ミッション行けるときで変化球ポイントがもらえるときは積極的に行きたいところです。まあここも大丈夫そうですよ。OK ですね。ここまでは OK ですね、本当に。いいですね、三島と。6か。おー、いいですね、三島が仕事しました。で、小筆がまだ彼女じゃないと。
週は。うん、蝶野もいるんで、まあ、もうこれは行っちゃう感じですね。で、これは、まあ、ポイントもらえるイベントですね。蝶野の評価も上げられるので、結構有用です、ね。安が、ただクリスマスも近いと、休むか、これ休むか。そろそろ蝶野タックできてもいいんだけど。で、真ん中で打たれ強さですね。体力減ってる時は一番上で体力と調子安定っていう感じで使い分けてます。で、打たれ強さもレベル4なんで取っちゃう感じです。うん、いいですね。で、まあ、次ですね、大事なのが。うん、コントロール、これダブルだな。これはもう行くしかないです。うん、技術はもうかなり集まってきてますね。お願いします、サボンちゃん。オッケーですね。ここはもう本当に大凶じゃなきゃ何でもって感じです。で、はい、左これ1個掴んでいった方がいいかな。うん、で、サトルちゃんこれデート1回も行ってないかな、もしかして。うん、蝶野の評価まだだな。ちょっともろもろ噛み合ってないですね、今のとこ。あれ来てるな、2回目か。うん、これはまあここですね。古風での評価か。どうしようかな。まあこっちですね。うん、変化球ポイントがかなりまずいですね、正直。ものすごい光るんだな。もうスカウトいっちゃうかな、これ。デート消化しましょう。悪くないんですけど、変化球ポイントが全然集まってないので、かなり辛そうですね。ねえ、ガツンといってやると。うん、メンタルポイントが全然足らない。技術はもういらないな、これ。次クリスマスだからな。あ、ごめんなさい、バレンタインなんだ。クマいけますか。筋力と精神。うん、まあバムさんいないですけど、なんとかレベル3なんでクリアできればいいなって感じですね。まあ、ちっちゃいクマだったらいいですけど、このでっかいのはもう全員で早回しするしかないですね、このメンバーだと。うん、ちょっと怖いですね、この静けさが逆に。
最後大量に流れてくるんだよね、こういう感じで。なんか紫走ってきたりするんですよ、突然。うん、まあ大丈夫ですね。レベ3ぐらいであればまだ。うん、消したかったか。ちょっと早いですね。で、久方来たので球速をできるだけ上げときますと。そうだな、変化球連が本当に渋すぎるな。まあ、長野行くか、これ球速練習。いつまで経ってもタック連できないですよ、本当に。そうね、いかんね、これ。行きましょう。変化球ポイント、本当に辛いですね。大丈夫そうですね、ここも。OK ですね。んで、誰かびっくりしてますね。なかったか。うん、いいですね。そうだな。誰もいねえな。技術か。技術もいらないんだよな。かといってせっかくラブパワーだからな。ここ行きますか。おっと、寝ろ。いやー、おー、どうするか、これ。元気になりたいんだよな、めちゃくちゃ。どうしようかな。変化球何も覚えてないんですよね。うわぁ。そうですね。元気になってていいかな。元気になります。そうですね。だいたいもう元気になっちゃいます、僕は。
序盤で出たら勝負かけてっていう感じですね。うん、いやー変化球ポイント辛すぎるな。これ国分まだかな、もしかして。まだ負けちゃうな、なんでしょうね。小筆さん。うん。筋力と水玉か。まあ、言っときますか。まずは変化球ポイントか、こっちかな。いやでも大丈夫、なんか質問確率増えたかな。そのバトスターの投手、ハート投手だったかな、野手だったかな。そうですね、バトスターの選手作ってる時も一回来たので、結構な頻度で来てますね。その時はまあ突っ込みました、普通に。あ、野手ですね、バトスタの野手で千丸引いた時ですね。その時は突っ込んで成功した感じですね。まあ本当に大丈夫は千丸つけば美味しいっていう感じですね。筋力だ、やる気も足りてないんだよ。一回目か、まさかの一回目でしたね。これ休むか。で次合宿だ。うん、これもう問答無用でワンワンか、ワンワンか。うん、で、さとりちゃん、まあ、さとりちゃんでいいか。行きましょう。さとりちゃんデート何回行ったかな。逆ではもう、彼女になるかすらわかんないですし、デートはもう無理です。あとゴーストバスター来てくんねえかな。あんまりこっちのルート来てるのないんでね、ゴーストバスター来ないと。うん、余裕ですよ。ねえ、合宿ですと。変化球ポイント欲しいんだってだから。いやー、ただ光ってるからな、本当に。58だもんな。OK ですね。で、まあ何のイベント起きてもさとりちゃんが救ってくれるので、まあ合宿はそんなに心配ないです。
あともう長野が本当に何回変化球絡んできてくれるかって感じですね。びっくりもまだ1回も来てないんでしょうね。噂をしたら来ないかな。スタミナ連やっちゃうか、これ。スタミナ連かな、変化球いいかな。低め取って、スタミナが今、67か。変化球いきましょう。結構いい感じですね。うわ頼む。うわこれはまあ突っ込む以外ないですね。いやー今の無理か、さすがに。用心介護とゴーストバスター来ましたね。あ、これも全部行きたいですね。んー、まずはこれですね。いやー、でも本当にああいうのに勝っていかないと、っていうところです。でも怪我率の表示って何なんですかね。結構成功しないですよね、 30% だから。でも、これでまあ大体集まってきてますね、変化球ポイント。おー、それ辛いんだな。なんか超のラッパーにしたかったな。スライダーさあ、うん、これもう絶対ここですね。バランスのいいメンバーか、組めないですね、そんなもん。行きましょう。で、まあここ変化球60なんで、最悪カラス使ってもっていうぐらいです。ちゃんがあまりにも弱すぎる。まあどんどんレンジャー、スナイパー、この辺り早回しして、回していかないと勝てないです。主人公の方が強いっすもんね、サトリちゃんより。うん、いいですね。うーん、で、うーわー、これミッションってください。ミッションなんかありましたね、1個。ゴーストバスターか、ゴーストバスター行きますか。行けばいいんだよな。もう146か。行きましょう。もうさとりちゃん、長野と変更でもよかったかもしれないですね、ここに関しては。なんとかなんとか倒せるぐらいのレベルです。完全にお人形さんだな。
行きましょう。んで、これは、このメンバーで大丈夫ですね。もしかしたらもう川上が三島より強くなってるかもしれないです。結構練習した印象なんで、一緒に。サトルちゃん本当に置物だな。ちょっともう一回か。あそうまあ放置しておきましょう。まあ大丈夫そうですね。そう。うん、大丈夫ですね。うん、で問題は本当に、うん、これはさすがに成功しました。で、上を選んでイベント続行と。あーようやくだな。遅すぎるんだが君は。で、どうかな。ベースライダー。うん、打たれにくい変化球って何なんですかね。スライダー、スローカーブとか、ナックルカーブにする？ナックルカーブにしますか。で、変化球くれるやつはないと。うん、サトリちゃんあと1回ですね。で、コントロールはもう、うん、で、ミッションはないので、サトリちゃんですね。うん、小筆は回収不可ですね。ああ、いいですね。本当にちょうど。これが絡んできてくれば本当に変化球上げられると。ナイス。来てないか。おー、でかいな、これ。変化球欲しいんだよな。もうコントロール A 来てるんでね。うわぁ、100秒だもんな。でもでかいな。ミッションか。うわ、これ、あー全部いきたいな。小筆に突っ込みます。体力かっこいい。うわぁ、変幻時代一応進みました。今の結構振り絞っていったんですけどね。勝負いったんですけどね。うわぁ、くそー、ダメだったか。んーで、スローボールと
行きましょう。うん、本当あと試合次第ですね。お待たせいたしました。ここで勝てるか勝てないかでっていう感じなのか、結局は。うん、まだ1点か。いやー、今のラブパワーで本当に小筆が仕事しなかったのが本当に大きいですよね。今ので回復してたらだいぶ違ったんだけど。どうしたどうした。まあ2点もらってるね。そんなに焦るところでもないんですけど。珍しかったですね。川子を見てる感じでした。うん。まあ1点失ってもまあ、いい感じの守りがいいですね。うん、あとは三島と1、2回、タックレンもしなきゃいけないと。結構やることありますよね。なんでもう今は回復できなかったので、体力。もうどうしようかなっていう感じですね。うん、OK ですね。まあ山場は次ですね、正直。終わっちゃいましたね、ラブパも。そうですね。勝ち運取ってなかったかな。危ないですよ。絶対いるんだよ、この勝ち運。緩急レベル1。そうですね。はい、じゃあ1個掴んで。果たし状は無理です。このメンバーじゃ。僕の腕とこのメンバーじゃ無理です。どうしようかな。サトリちゃん入れるんだったらレンジャー入れようかな。いいか、さすがに。あ、ちょっと待ってください。小筆の方がレベル高かったですね。行きましょう。もう竜の卵はね、出たらほぼ行きたいって感じです、ね。ただ、そうか、7月って変わるんだな。さっき変化球ポイントを肩にもらえるミッションがあったんですね。それ行けなかったのほんと痛いですね。まあなんで竜の卵はね、確実に抑えた方がいい選手できる確率は高まります。竜の卵は本当にボムを使わなくても安定するので、うん、これは大きいですね。おお、まさかの重ね取り、しかもかなりでしたね。うん、これは掴んであげてもいいんだが、変化球ポイントかな。いやー、まあ試合やるんで掴みますか。掴もうね。負けたらもうそれこそ元も子もないんだよ。うん、これは無理だな。
プスだよな、両方とも。小筆がなんか1ミリ怪しい感じですね。わかんないですね。とりあえず休みましょう。まあ、いければ1回練習してあげるぐらいですね。まあ、そもそもここで負けてしまったら終わってしまうので、なんとか。行きましょう。ちょっと筋力も足りないな。共に絆を。うわー、これだよな。この高校の恐ろしさ、ここですね。第9球、見送ってボール。第2球、投げました。投げました。ボール。これなんとか丁寧に投げていって。カウンター2ボール、1ストライクです。危ない球、ストレート見送ってストライク。さあ、今度は5球目、ボール、フルカウント。投球はこれから6球目、スローボール、空振り三振。いやー、初回の失点へこむな。第9球、危ない球、内角低めいっぱいストライク。まずは入れてきました、ナックルカーブ見送ってストライク。第3球は空振り三振、高澤、全くタイミング。第9球、もう自動スライダーボール、点だけは本当にどうにかなんないかなって感じです。投げました、危ない球。まあ、ホームランとかは仕方ないのでどうしようもないかもしれない。第3球を投げました、投げました、直球、空振り三振。これでまあいい分です。うわー、ダメか。おお、ありがとうございます。マジで良かったですね。というのが、試合に勝ったこともそうなんですが、井戸端が今なかったということにすごくホッとしてます。今は本当に精神ポイントでもないんだよね。ここで練習できるの大きいですね。デート行ってもいいんですよね、これ。はい、ピンチ1個掴んどくか。そうだな、1個掴んどくか。ダイロボール掴みますね。重い球。重い球で掴んじゃうか。そうだな、変化球が。これで総変が今10と。大丈夫かな。小筆とデートで体力回復と評価を確実にマックスにした感じですね。うん、2位足りてなかったですね、やっぱり。うわー、光ってないか、誰も。スカウトか。どれ行こうかな。筋力なんですよね、確実に足りてないのが。スタミナ連か、スタミナ連だな。おお、いいですね、4上がったら。久方が来なかったのが辛いですね。行きましょう。なんとか決勝まで行きたい。お待たせいたしました。球児たちの2番。行きましょう。結構ドキドキしてます、今回。インローを空振り、これで追い込みました。投げた、スライダー、空振り三振。第9球、危ない球、ストレイク。まずは決めてきました。第2球、投げた、打った、ここね、サードの右、一塁へ送る、アウト。これです。ちょっと待ってよ、選手今んとこ B ランクです。
第9球直球ストライク林道へバットが空を切りました。第2球投げた打ちました。ショート左横の頃アウト、スリーアウトチェンジ。頼む早めに点取って本当に。第1球初球空振り。第2球投げたナックルカーブ見送ってボール。カウントはワンボールワンストライク。ちょっと技術練習してみましたね。完全にインコース低めいっぱいストライク。第4球を投げます。外角低めいっぱい見逃し三振。いいぞ。第9球打った三遊間の打球サードから二塁送球、二塁アウト、スリーアウト。山場ですね。もう今までにないくらい慎重に集中していきます。第9球初球外れても完全なボール球。第2球ボール、これはわずかに外れています。カウントはツーボールノーストライク。1点はしゃあないですよね。ただ3球目ストライク。もうなんとか1点で抑えたいです。次は4球目ストライク。第5球投げました。アウトロー空振り三振。確実にボールかストライクかみたいなコースをタイミング合いません。投げながらですね慎重にやりとき。第2球投げました。第3球を投げました。ボール2ボール1ストライク。バッティングカウント。第4球は打ったやたら抜いていったライトバックホール。マジェット1点返しました。ランナー電源自在とはって感じですね。緩いカーブからストレート1球。初球ナックルカーブ空振り。第2球投げた。第3球を投げた。3球目ストレイク。第4球を投げた。オッケーですね。ナックルカーブ空振り三振。おお、よかったよかった。自動失点前で。もうここは意地でもゼロでいきたい。スローボールストライク、インローへ。第2球、投げた。これは見送ってボール。外れてワンボール、ワンストライク。第3球を、ボール。カウントはツーボール、ワンストライク。第4球は、打ちました。ファウルボール。セカンドランナー、ちらっと見た。さあ、5球は5球。オッケーですね。ストライク、空振り三振。第9球初球空振り。少し迷ったか。第2球危ない球インロー際どい球ボール。カウントワンボールワンストライクボール。わずかに外れました。カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げた。危ない球まっすぐ見送ってストライク。1球1球に魂を込めて投げ込みます。オッケーですね。インコース低めいっぱい見逃し三振。なんとか勝てました。サクッとで。うわー、もう誰もつかんないな。スカウトもいないと。スタミナですね。ちょっと間違えた。9、10か。球速とスタミナだな。スタミナ練します。いやー、いいですね。4上がりましたね。黒金か。今、ピンちゃんと迷ってます。というのがかなり順調に来てるので、ここで負けて動画が中途半端で終わるぐらいだったら、決勝は何があってもサクッとです。ピンちゃんかな。ただ黒金引いたんでね、これが激闘第一とかだったら、迷う必要ないんですよ。いや、もう行きますか。サクッと行きます。ジャイロボールか。行きましょう。外れてボール。第2球投げました。
もうこの辺からコンピュータレベルもかなり上がってるんで、本当に投げました。危ない球、慎重に。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、ボール膝元へ。カウントは3ボール1ストライクです。投げました、空振り。タイミング合いません。さあ6球目、内角低めいっぱい、見逃し三振。第9球、バッターの足元、ナックルカーブ見送ってボール。これはわずかに外れています。投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、スローボール空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げた、ね、変化球空振り三振。ピンチを連続三振でした、自動失点しなきゃもう何でもいいです本当に。第9、危ない球、膝元、超スローボールは外れてもわずかに外れました。見送ってストライク。第3球を投げた、打った、ね、ショート左へのゴロ。あーっと送球それだ。森川頼むぞ。大阪7番。第9、インロー外れてボール。さあ次の投球、2球目空振り。第3球を投げた、スライダーボール。カウントは2ボール1ストライクです。投球これから4球目、危ない球、見送ってストライク。投げました、ね、ナックルカーブ、空振り三振。うわー、これまずいな。5番。第9、危ない球、ボール。膝を当てられただけでもう手が入っちゃいます。サードランナー散らってみた、うわ、ストライク。第3球を投げました。おー、危ない。今村、オッケーオッケーと。第9、ボール投げました。インローギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げました。第4球を投げました。スローボールストライク、アウトローへ。少し意識しすぎたが、次が5球目。いやー、空振り三振。頑張ってます。いやー、ちょっと点取ってくれ、1点でいいんで。第9、初球ナックルカーブ空振り。そうそう、スタミナも気にし始めないといけないんで。投げた、投球は3球目、打ちました。セカンド左への打球、内山自らベースを踏んで3アウト。オッケー、オッケーです。テンションめちゃくちゃ上がってます今。よし、これはいいぞ。頼むぞ、これ欲しい練習なんだ。変化球かな。9、変化球かな。変化球かな。技術は大丈夫だよな。大丈夫かな。試合でのポイントが入らないと考えると変化球だな。これ、今すっごい集中モードに入ってます。すっごいドキドキしてます。で、最終戦はもう何やっても関係ないんで、サクッとですね。ここでの経験点がかなり大事ですね。行きましょう。お待たせいたしました。全国の頂点を。すいません、しばらく黙ります。まあ、黙ったから抑えられるってわけじゃないんですが。初球空振り。タイミング合いません。投げた、低め外角ストライク。
どんどん振ってくれる。サードランナーチラッと見た。第3球を。あ、これラッキーですね。今までにないくらいどんどん振ってくれました、ね。第9球、初球スライダー空振り。タイミング合いません。投げた。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。空振り。まあ、ここも失点してもいいので三投したいですね。カウント2ボールですね。三振。いやーこれですね。やっぱり得のを増し増しにしてないと失点するんですよね。ただ今の当たりをアウトにしてくれるのでやっぱりパーコールは全然後ろは耐えれますね。まあ、ショート小田切は、結核ですよね。バーコンの中で。もう一回より上手いと思いますね。第3球を投げました。危ない球、ストレート。第4球を投げました。ストレートはボール。カウントは2ボール、2ストライク。第5球、投げました。変化球、空振り三振。低めの変化球です。マジで打ち込むのだけやねん。しかももう7安打されてますね。第9球。ボール、まずはインコース低め。第2球、投げた。第3球を投げた。アウトコース低め、ストライク。次が4球目、ナックルカーブ空振り。さあ、5球目、外、okay ですね、へ逃げるスライダー、空振り三振。でもめちゃくちゃ頑張ってますけどね、今回試合。毎回サクッとで頑張っていて、でさっきも純潔も引き出ずになんとかサブットでいけて、ここ本当勝ちたいな。危ない球、インコース低め、スライダーは外れてボール、わずかに外れました。カウントは2ボール1ストライク。第5球ですね。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。頼む SG 打線、なんとかしてくれ。これ無理か、さすがに無理っすね。自分で打つならまだしもって感じです。初球を打ちました。セカンドの左、二塁アウト。もう完投させてくれるだけでいいですね。スリーアウトチェンジ。打てないだろうな。スタミナまだ大丈夫ですね。第9、初球引っ張った。三塁線どうだ。ナイスアウト。これでツーアウト。第9、ストライク。まずは入れてきました。第2球、直球見送ってストライク。大里、まずは簡単に追い込んでいます。第3球、おー、外角低めいっぱい、見逃し三振。これもう1失点完投なら全然 OK ですね。第9、で1点も自動失点なんで、まあ、ここなんとか勝ててれば嬉しかったって感じです。インコース引っ張った、ライトの右、ライトの後ろ、ワンバウンドひっくり寄った。円卓、1点入りました。2対0。これはまずいですね。これ以上も失点はしたくないです。第9ボール、ちょっと気抜いたらこうなっちゃいますね。肩越しにランナー見た。ストレート、膝元厳しいところ。ちょっと終わりが見えたので、もう大丈夫かなって感じになっちゃいました。カウントは2ボール1ストライク。でも慎重に慎重にいきましょう。第5球、投げました、打ちました。ボテボテの当たりはセカンドゴロ。これは本当に意地でも返したくないですね。第9、初球超スローボール空振り。第2球、ナックルカーブ見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。サードランナーチラッと見た。4球目ストライク。第5球、投げました。危ない球、見送ってボール。カウント3ボール2ストライクです。第6球を投げました。できることはやったと思います。まあ、1点は自分で取られてしまったので、まあ、結局1例で負けてたなって感じですね。自動しかなくても。95ならもう全然いいと思います。3位ならまあまあですね。先発と、OK ですね。しっかりとしっかりと回収できましたね、2人とも。
6531でもう自分の大エース完成って感じですね。うん、6000点超えたのが初めてですね、投手は。で、そうだな。うわ、めっちゃ嬉しいな、これは。いや、動画的にも、収められて嬉しかったですね。まあ、準決で仕切ってたら変化球ポイント多分足りてなかったので、やっぱサクッと偉大だなって感じですね。で、なんだろうな、球速1キロ。いらないか。特のですね、と。タイピングと。投手、投げ球とジャイロボール、取れないか。知り上がりかな。投手取れればいい感じなんですけどね。逃げ球絶対いるもんな。逃げ球外せないですもんね、知り上がりと。対ピンチもいるしな。いやーでもこれちょっともったいないっすね、ポイントがやっぱり。対ピン丸にしようかな。これがいいかもしれないですね。まあポイントはうまくこっちの方が使えるんで、ね、残さずに食べましょうという感じです。やったー、やったー、むちゃくちゃ嬉しい。ね、僕もそうですね、本当にデッキ揃えたくなってきますね、こういうピッチャーできると。いやー、すいません。ぜひ、お褒め、これは頑張ったと思うので、サクッとで、純潔も、まあ、ちきらずに、で、ほとんど自分で失点しなかったと思うので、最後の1失点ぐらいだったと思うので、本当褒めてください。すっごい嬉しいです。はい。今回の動画は以上となります。もしよろしければ、皆さんから見て、動画の右下に、チャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、ツイッターの直リンクとアカウント名を、コメント欄の方に貼っておきますので、ぜひぜひフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。